今月8日、江東区である大学の卒業式が行われました。卒業生66人は全員小学生です。地域の安全を守る若い担い手の育成を目的とした全国初の大学を取材しました。江東区豊洲にある芝浦工業大学。8月、ここに全国初のちょっと変わった大学が開校しました。その名も子ども防犯大学。地域の安全を守る若い担い手を育成しようと、警視庁深川署と地元の防犯団体が主催した防犯専門の大学です。構成員の高齢化、それから活性化、この問題があるということで、子どもの秘めた力、これに着目をして将来の裾野を広げようということで、今回の子ども防犯大学を企画したと。第1期生として入学したのは、深川署管内の14の小学校に通う小学3年生から6年生の66人。講義は全10回行われ、講師陣はテレビでもおなじみの立正大学小宮教授や東海大学坂田教授など、そうそうたるメンバーです。講義内容は、子どもたちが興味を持つように防犯から宇宙まで様々。講師陣は次々と質問を投げかけ、子どもたちの考える力を刺激します。四角があるよね、大きい柱があるから四角があるし、があるよね。この子にみんなだったらどういうふうにして安全にするか。壁とかを作って室内にして、柱とかを登れるようにしたり、温度調整とかができたりする。それはビッドアイデア。地面を芝生にする。犯罪が起こりやすい場所や防犯対策について学んだ後は、5つの班に分かれて地域安全マップ作りに挑戦。自分たちが街で撮ってきた写真を危険な場所と安全な場所に選別する作業をしていたこちらのグループは、マンション前の生垣についてこんな議論を。ここ見えにくいよね。でも見えにくいよね。だから余計さ入りそうなんだよね。ここで殺したら終わりだよ。自分のベランダを見られるのは守るためにある。ベランダに見られたくないもんな。君さ、じゃあさ、道沿いにベランダがあります。パンツ干してたりしたのは見られたくなくないわけ。見られても別にいいわけ。つい熱が入り、論点がずれていってしまっても、こうやって議論を交わすことで教わったことが身についていきます。深川署の清水生活安全課長は、自分たちの街を題材としたワークショップを行うことで、子どもたちの心境に変化が見られたと話します。66名の卒業生、深川の街や下町で、特に気をつけたい場所はどこかといった質問が出されたり、深川の将来は自分たちに委ねられてるんだなというような感覚が備わってきたんじゃないかなというふうに思ってます。若い世代の郷土愛を深めることで、安心安全な街づくりを促進しようという今回の取り組み。知らない子ばっかりだったんで、来たくないという思いもありましたけど、周りの子と一緒にマップを作っていくうちに、早く来たいって思うようになりました。土曜日が楽しみになりました。登下校のための道の安全化とかも確認できるから勉強になったと思います。今日から私たちは子ども防犯大学の卒業生であることを誇りに持ち、大学で学んだことを忘れず、少しでも安全で安心な深川の街づくりのお手伝いができるよう、ここに誓います。関係者や地元住民は、子どもたちが大学で学んだ防犯や絆の大切さを周りに伝え教えることで、さらに成長してほしいと期待を寄せています。卒業式の後、子どもたちに話を聞いたところ、暗くならないうちに家に帰るようになった、危険な場所を友達に教えてあげているという声が多く聞かれ、短期間でも子どもたちの防犯意識はぐんと高まったようです。そして子どもたちが作ったマップは、今月末から都庁で開かれる地域安全マップ展示会に出展される予定です。